アルファの 7-3 でサイレント撮影の設定の方法を説明したいと思います。サイレント撮影を行うことによって、普段だとこうシャッターを切った時にカシャカシャッと音が鳴ってしまうんですけども、サイレント撮影をすることによって、お子さんが寝ている時の撮影だとか、極力音を出さない方がいい時の撮影の時とかに活用することができるかと思いますので、ぜひ使っていただければなというふうに思います。それでは設定の方法を説明したいと思います。まずはここのメニューっていうボタンを押してください。そうするとこのような画面が出てきます。それで一番上の選択ですね。ここを持ってきて、こうやって一番上のカテゴリーを選ぶことができますので、まずは2番を選んでください。2番を選んで十字キーを下にも押して、こうやってさらに細かいカテゴリーを選ぶことができますので、右に押していって9分の4を選んでください。そして今、サイレント撮影のところを、オレンジのところですね、選択をしてもらって、入りにしてください。これで設定が完了しました。あとはシャッターを切るだけですね。もう今これシャッターが切れてるんですけども、音が出ずにシャッターを切ることができております。このようにサイレントで撮影をすることができますので、ぜひ必要な場合は活用していただければなっていうふうに思います。今日の説明は以上です。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。